めっちゃいい BGM なんだけど、前回のパートのコメントをちょっと読まさせてください。1キャラごとにモザイクかけ直していったら、まあ画面アップにして18禁何年じゃねって書いてあったんだけど、頭いいな。確かにな、前にはちょっと今日いいパートだからさ、多分いいパートだから。ゆい、そんなに急がなくても大丈夫だぞ。わかる、言ってる意味。肌色率で変わるって言ったじゃん。だから画面の端っこ半分ぐらいにキャラを一人配置して、要はそこでモザイクなしで出すっていう。もうね、いつか消えるだろう、結局。でも、せっかく3人のお出かけなのに、もったいないです。いやー、ゆいちゃんのイベントは、今回のゲームは、まあ今までは結構さ、ドシモレタとか入ってたんだよね、子供の作り方とか。でも今回は多分ね、もうピュア。もう俺のようにピュア。時間は有意義に使わないとダメですよ。そうだぞ、千年の時を超えたからな。ゆいちゃんたら。ゆい、どうだ、楽しいか。はい、パパとママとのピクニック、すっごく楽しいです。こういうのをだんだんって言うんだよ。だんだん、家族が揃って仲良く過ごすことですね。ああ、そうだ。なんかもう BGM が良すぎてさ、喋れないんだけど。俺、これまで何度もユイと3人で、こうして出かけたことがあったんだぞ。そうだよな。アインクラッド、そしてアルブヘイムに世界を変えても、俺たちはいつも繋がっていたんだ。パパ、もしかして記憶を失う前の私の方が良かったですか？うわー、なんか実感ないけど今そうなんだよな。記憶ないんだもんね。めちゃめちゃ悲しいと思うよ、本当なら。え？ゆいちゃん。違うんだゆい、そういう意味じゃない。気を悪くしたのなら謝る。すまない。いえいえパパ、そんなつもりで言ったわけじゃないです。ただ思い出をたくさん作ってきたのなら、パパやママがそう思ってしまうことは当然ですから、記憶を失う前の私を懐かしむのも無理はありません。やべえ、すげえ複雑。なんだろうこの気持ち。ゆい、なんか辛いな。ゆいちゃん、勘違いさせてすまないゆい。でもそう思っちゃっても仕方ないよな。俺の言い方が悪かった。でも俺は前のユイの方が良かったなんて言うつもりは全くないんだ。パパ、ただ家族3人で辿った奇跡を今のユイにも教えておきたかったんだよ。奇跡？俺はな、大事な一人娘の記憶がなくなったことを、別に喪失とか交代とかネガティブに考えたことはないんだ。これはユイと俺たち家族が辿る道、家族として絆をより強くするため、成長するためにたどる出来事に過ぎないんだ。成長するためですか？ああ、今回のおかげで俺は仮想世界の未来、そしてその住人たちが生きる未来を知ることができた。それはきっと必要なことだったんだ。だからユイとこうしてまた思い出を作り直すこともやり直すとかじゃなくて、そう、一つのステップアップだって考えてるんだよ。うん、私もそうだよ。正直なところ、寂しいとか切ないとか、そういう気持ちが全くないかって言われると否定できないけど、ゆいちゃんとはこれからもっと楽しい思い出を作れるって考えたら、そんな気持ちも吹き飛ぶんだよ。ゆいちゃんをもっと好きに、少し恥ずかしいけど、もっと愛せたことが私は何よりも今嬉しいの。パパ、ママ、ごめんなさい。私、そんな二人のお気持ちも知らず。ゆい。でも、私、とっても嬉しいです。たとえ記憶がなくても、すべてを忘れてしまっていても、私の中の前の私と、バベルというもう一人の私が、パパとママに愛せてもらえてることが、すごく嬉しいって言ってる気がします。そうなんだね。そう言ってもらえて私たちも嬉しいよね、キリト君。もちろんだよ。さて、そろそろピクニック再開といこう。今日はいろいろと予定を組んでるんだ。
もたもたしてる時間はないぜ。この夫婦めちゃくちゃいいな。こんな親がいたらいいね。いやー、なんかまあそんな親はいないのかな。どうなんだろうね、皆さんの親はいかがでしょうか。いかがでしょうかって。なんかこの質問ちょっとダメだな。わかりました。結構さ、まあね、親が変な人もいたりするよね。でも親がめちゃくちゃいい人もいたりする。まあだからなんつうんだろうな、まあ育つ環境に一番大きく関わってくるのは親だからね。いやー、なんか俺も、いや、うちの親は結構まともかな。なんか今思うとね、やっぱね、なんつうんだろう、いつも一緒にいるからさ、なんか中学校とかの時はなんだこのクソ野郎とかなんかね言ってましたよ。そうやって言ってたけど、今思うとね、なんかまた違うね。なんつうんだろう、なんか反抗期ってやつの時はやっぱね、わかんねえこと多いね。多分ね、みんなもね、今リスナーさんの大半もね、母ちゃんとかのことをね、クソババアとかね多分言ってたりすると思うんですよ。俺が言ってたんだけど。まあ俺はばあちゃんに言ってたんだけどね。俺 おばあちゃん子だからさ。いやでもなんかね、それもあってこそ、なんつーの、うーん、なんかこんなこと言うのはあれだけどさ、まあなんか ありがとうみたいな。何のパートだこれは。おい、終わりかよ。ちょ、タイミング良すぎでしょ。いや、終わるのかなと思ってちょっと喋ってたけど、まさか本当に終わるとはね。なんかね、リスナーさんからちょっとリクエストがありまして、このクエストのエクストラクエストのどれだろう。あ、これか、罪重なる最悪最下か。これでなんかね、レベルレア度10か、レア度10のエクスキャリバーが落ちるよーって聞いたんだけど、これどうなんだろう。ちょっとね、やってみようかなと思うんだけど、まあ今日はやらないよ。でも敵がクロムディザスターとブラックバイス。どうなっとんだ。ブラックバイスのコピー隊と5代目クロムディザスター、なぜ一緒にいるかわからないが、いずれにしろ脅威であることは違いないだろうと。まあこの辺はなんかパーティープレイでやりたいよね。でも気になるのはですね、ランクがまだ星5なんだよね。星5でそんなレアな武器落ちるの。こっから先ってどうやったら星10まで、まあ10以上か、もう行くんだろうな。なんだろう、ちょっとあれダウンロードコンテンツか、ダウンロードコンテンツ系で出るのかな。あとクエストはね、あんまやってません、くんひろ全然やってないから。見せれるようなもんじゃないんだけどね。まあ今日のパートはな、なんかピュアだね。ほんとにピュアに終わっちゃったな。どうしよう。なんかね、なんかエロいのやってる場合じゃねえなってちょっと思ってる。まあ今日時間がちょっと遅くなっちゃったんで、投稿するか分かんないけども、今日もう一本撮ります。で、まあ時間次第では投稿しています。ということで、次回もよろしく。バイバイ。